こんにちは小森です今日も一緒に日本語の勉強をしましょう。今日は JFT の A2 を受ける人のためのえミニテスト会話の11回目になります。は、え、じ、ー、めに紙と鉛筆を用意してください。この動画には会話の問題が4つあります。5秒しか問題編では流れませんから、止めて考えてくださいね。 え答えだけを知りたい方は最後に答えを載せていますよ。えこのあとすぐにテストが始まります。5秒しかありませんから止めて答えを考えてください。では始めましょう。 もうこれで <laughs> 4問だけでですすからね終わりますでは今から回答をしますので、えー、答えが聞きたい人はこのまま聞いてくださいそして答えだけ知りたい方はもう最後に飛んでくださっても構いませんでは始めます問題1大丈夫ですか最近よく眠れなくて体がだるいんです大変ですねよく眠れない時はぬるいお風呂によっ そうですか試してみますここに入る言葉で、えー、一番いいのは1、2、3、4どれでしょう1、ゆっくり入るつもりです2、ゆっくり入るといいです3、ゆっくり入ろうと思う4、ゆっくり入られますさあどれが正解でしょうかねえっとこのオレンジの人が 体の調子が悪いい。んですよね。眠れないそれで黄色い人がアドバイスをしています。ですからこれはアドバイスの表現になります。でそうするとそうです、ね、ゆっくり入るといいですよ。これアドバイスしてますね。自分のことを言ってるんじゃありませんからね。2番の、えー、大変ですね。よく眠れないときはぬるいお風呂にゆっくり入ると いいですよ。このゆっくり入るっていうのもま時間をかけてリラックスリラックスして入るといいですよという意味です、はい、では次問題2健康のために何か気をつけていますか、うん、そうですねようにしていますそうですかさあここに入る言葉1、えー、あこれちょっとごめんなさいね 食べにくい。これちょっと間違ってます。食べにくい。2、食べやすい。3、食べすぎない。4、食べすぎるさ。ようにしています。そうですか。ですから、なんかこの人が注意して、気をつけて注意していることなのでね、まあ、このようにしていますは、まあ、ハビットのことを表しています。そうすると、はい食べすぎないように。えー、と えっと、eat too much ですね。の don、えー、don't eat. 食べ過ぎないようにしています。えー、どうですか健康のためには腹、腹8分目って言いますからね。食べ過ぎないようにしてくださいね。では問題3。休みには何をしていますかテレビを見たり。そうなんですかいいですね。この人の。 えー、オレンジの人のこの言葉に入る言葉は 1. 音楽を聞いています 2. 音楽を聞くつもりです 3. 音楽を聞いたことがあります 4. 音楽を聞いたりしますさあ、テレビを見たりの後には何が入りますかはい、音楽を聞いたりしますこのたりの場合は全部にたりがつかないとダメですから見たり聞いたりしますとなりますね あとは全部ダメですね。タリの月は、えー、次の言葉にもタリがつきます。休みには何をしていますかテレビを見たり音楽を聴いたりします、はい。では問題4。健康のために何か気をつけていますかそうですね。私はできるだけ。えー、そうですか。ね、こ,この人のね。 健康のために気をつけていることは1、早く寝たいです。2、早く寝る予定です。3、早く寝たことがあります。4、早く寝るようにしています。その健康のために気をつけていることを説明するのはさあ、どの表現が正しいでしょうか私はできるだけ。はい、早く 寝るようにしていますこれはあの、まあ、習慣、ハビットで、えー、寝る、早く寝る、あのー、9時とか10時とかあの遅くならないで早く寝るようにしています。これが気をつけていることですね。そうですか。<laughs> いいことですよね。健康のために皆さんも注意しましょうね。はい、これで、えー、たった4問ですからミニテストは終わりました。問題1の答え2。 問題2の答え3、問題3の答え4、問題4の答え4です。えー、これで11回目のミニテストは終わりました。いくつ正解答えられましたか正解が出ましたか、えー、これからどん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 こういう短い問題作っていきますからね、次回の動画をお手元にお届けするために、どうぞ登録の方よろしくお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。さようなら。